オ博物館、今回は開催中のテーマ展美しき刃たちいわき展に合わせまして、刀匠の藤安正弘さんに来ていただき見どころをご紹介しています。今日ご紹介しますのは、展示しています中での国光という、刀匠の作品です。この方はですね、今回の展示の日本柱定範国虎のうちの国虎の子孫にあたるんですね。なんか目見るとね、国虎の孫って書いてありますし、あんまり知らなかったんですよ、前回ちょっとした場所で初めて見て、非常にしっかりした刀作る人なんだなと思ってね。これもあの幕末の世相をこう表しているような、豪壮な刀に仕上がってますね。と大きめで、私も持たせていただいてるんですけど、かなり重いですよね。はい、で切っ先が伸びてね、あの幅も広くて、あのがっちりした刀に仕上がってます。また出来もいいですねこれね。そういうもうあのなんていうんですかね、争いのこう気配が漂ってきた幕末、そうですね、だからこその仕上がりなんですかね。こちらの担当もあの先ほど藤谷さん見ていただいて、そうなんですね、生産していただいて、幕末あまり担当ないんですけどね、あの非常にいい出来になってるんでちょっとびっくりしたんですね。だからあの国虎から あのそういう技術の流れっていうんですか、それからそのこの中越し立てにしても、非常に貴重面相をそのままに伝えてるような気がしてね、なんかこうあの先人のこういうものを見て嬉しくなりますね。じゃあちゃんと、あの先祖の作風も受け継ぎつつ、幕末のちょっと大変なあの時代背景も持ちながらの作行きなんでしょうかね。そんな国光の作品もご紹介しています。ぜひ展示室でご覧ください。